おはようございます。本日2020年7月7日水曜日、ここは浜の会館前という駅で、時刻は8時13分、列車は大幅に遅延をしております。本来なら8時6分に出ているはずなんですが、雨はめちゃくちゃに人がいることから遅延しているというわけです。運転手さんもこのような対応を行っております。結論で何が言いたいのかと言いますと、お願いですから雨の日は列車を2両にしてください。あのね、本当に乗っていて思います。山積ですから経営が苦しいのはもちろん分かっておりますが、朝夕などのラッシュ時間帯は2両で運行していただけると本当に助かります。お願いです。長田鉄道さん、晴れている日の朝ラッシュ時間帯は1両でもまあまあいけるとは思うんですが、なるべく2両で運行していただけると本当に助かります。雨の日はなかなかそうはいきません。もうめちゃくちゃに人が混んでおります。せめて雨の日の朝ラッシュ時間は2両で運行してください。お願いします。そうは言っても私の動画を見ている人はあまりいないでしょう。あくまで個人的な意見として捉えてもらえるとありがたいです。8時13分に浜の会館前という駅を出発いたしましたので、列車は7分遅れで出発です。5分以上遅れてるんで結構ね、遅延の影響は大きいでしょう。列車は関駅に到着したあたりですかね。関駅は8時10分発となっているんですが、時刻は8時15分5分遅れでの発車でしょうか。ここでもやはりドア閉まります、ご注意くださいと運転手さんの車内放送がありました。ただいまドアが閉まったところ、列車関駅出発し関市役所前というところに到着いたしました。本来なら12分着なんですが、だいたい17分に到着いたしました。ここで一人の人が降りてきました。関市役所前では運転手さんによる車内放送はありませんでした。列車関市役所前という駅を出発し関下町駅に到着です。関下町駅の近くには高校があるんで関内高生は全員おります。いやでも本当にめちゃくちゃいますからね。よくもまあ1両で運行するもんだなっていうことを思いますよ。ついでに関下町駅に到着したのは8時20分で、ワンパン運転ですから前降りなんですよね。なので車内が混んでしまうと降りるのにもう一苦労です。ここでね、私の知り合いがおりました。なので彼と一緒に降りることにいたしました。運転手さん本当に一人でお疲れ様ですとしか言えません。運転手さんもいたずらありがとうございましたと言っておられました。やっと駅に降りることができました。ここは関下内駅です。私はねちょっとね列車を見送っておきたいと思います。時刻は8時23分になった頃、14分に本来着くべきですから、なんと9分遅れですかね。待ってますね、9分遅れで列車出発してきました。こんな恐ろしいことはありません。どうかね、長田鉄道の皆さん、朝のラッシュ時間帯2両にしてください。本当にそう思いました。できればそうしてほしいです。いやもうすごいことです。9分か、多分終点美濃市に着くの10分遅れなんではないでしょうか。さて朝の長田鉄道の様子、ご視聴ありがとうございました。まあ、正確には尾野駅出発したので、ね、もう3分遅れでしたからね。マイキャー公園のところで遅延が発生したんでしょうね。いやこんな恐ろしいことありません。雨もめちゃくちゃ降っております。雨の日は本当に鉄道大変ですよね。お疲れ様です。ていうか8時半に、まあ、学校が始まるんでね、もうそろそろ入っていきますか。では本当にありがとうございました。ありがとうございましたと言いながら撮影しているバカなんですけどね。皆さんね、学校の一部ですからちょっと知ってもらいたいなと思って撮影をしております。今ねここ2階のとこなんですがね、8時28分ですよ。だいたい学校の時計ね30秒早いんでね、私の時計でも確認できるんですけどね、まあ、正確に言うと34秒早いんですけどね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、ここは2階です。じゃあ教室入れるのは8時29分くらいでしょうか。いや本当に遅延というのは恐ろしいですね。いや本当に本当にご視聴ありがとうございました。